日本とパキスタンの友好を示す看板がコハトトンネルに掲げられている。本校では日本とパキスタンの関係について述べる。日本とパキスタンは1952年4月28日に外交関係を樹立した。以降、日本とパキスタン両国の関係は強い絆で結ばれてきた。年月を経る中で様々な政治局面、経済局面の変化があったものの、 日本とパキスタン両国の固形関係は継続、成長している。1950年代後半まで日本とパキスタンの関係は本質的には発展と上国同士の関係に類似していた。パキスタンは日本の織物産業で使用される綿の主要供給地であり、綿の主要貿易相手国の一つであった。一方で日本の粒は パキスタンの宝石工場建設に役立てられていた。1960年代、日本は近代工業国家として再び急激な成長を見せ、1968年には世界第二の経済大国に躍り出た。日本は経済成長に伴ってパキスタンに対しての円射管供与の額を大きくし始めた。日本のパキスタンに対する援助は、 ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻後2倍にまで増加した。以降、日本はパキスタンの主要経済援助国、主要貿易相手国、外国投資先となってきており、2010年時点で日本はアメリカ合衆国、イギリスに次ぐ第3の経済援助国となっている。1965年には友好通商条約が2002年には投資保護協定が締結された。 東京とイスラマバードは長い年月にわたって繊維ある極めて友好な関係を保っている。日本の経済援助はパキスタンの経済発展や社会インフラの整備に極めて重要な役割を果たしている。日本政府が援助を行って行われた主要プロジェクトとしてはインダスハイウェイプロジェクト、パキスタン諸州の発電所建築プロジェクト、地方道路建設プロジェクトやイスラマバード省に 病院建設計画などが挙げられる。近年では、JICA による小鳩ト,トンネル建設事業やガジバロータ、水力発電所建設事業が日本の援助を受けて完成したプロジェクトとして知られている。両国間の交換レベルの会談も定期的に行われている。外交関係樹立50周年となった2002年には、両国で記念式典が行われ、友好の歴史に、 重要な1ページとして加わることとなった。2014年時点で日本には1万1481人の在日パキスタン人が居住。2015年時点での在パキスタン日本人は952人となっている。また、スポーツ面においても、新日本プロレスのパキスタン遠征でアントニオ・イノキが地元のプロレスラー、アクラム・ペールワンと対戦するなど両国は、 交流を続けている。1962年1月、皇太子、秋仁親新能が、道子日を伴って、パキスタンを訪問。日本の皇族ならびに皇太子としては、初めてのパキスタン訪問となった。その後、1973年2月に、三笠宮同妃が、1992年11月に、秋篠宮及び同妃がパキスタンを訪問。なお、 在中の天皇がパキスタンを訪問した例は、これまでにない。中日パキスタン大使館の外観ミアン、ディアウデュディン・オマール・ハヤット・マリク・ムハンマド・アリ・ケーエム、サイク・サイエド・マクブルムシェド・サイエド・モタヒール、クサイン・エス・エム・カーン・ジャム・シェド・ケーエ・マルケル、カマールール・イスラム・ナジムル・サキブ・カーン・マン・スール・アフメット、ムジャヒド・フセイン・トー・キール・フセイン・カムラン・ニアズ・ヌール、 ムハマド・ジャド・マニ・ファルー・クア・ミル・ミル・ザ・サルマン・バーバル・ベグ・アサド・マジード・カーン・アリアンサー・ザ・イディ・イムティア・ザ・ハマド。ありがとうございます。